公団社らノベ文庫新人賞は、公団社らノベ文庫が主催する公募新人文学賞の一つである。ライトノベルレーベル、公団社らノベ文庫を2011年秋に創刊するのに合わせて、2010年10月に新人賞、公団社らノベ文庫新人賞を創設することが発表された。第1回では、応募総数が1,109作あり、その中から5作品が賞を受賞した。 第2回より年1回の募集となる。佳作以上の受賞作品は、同社のライトノベル系文庫レーベルである、講談社ラノベ文庫より刊行される。一時先行通過者全員に、作品の評価シートを送る。また新しい可能性として、フロンティアスピリットを大切にしており、新人作家のスピリットを編集者と相談しながら、一緒にやっていける人を募集している。 このことから作品について話し合う場を設けるために、二次、先行通過者全員を、ラノベ文庫編集部へ招き入れている。講段者ラノベ文庫が募集する、新人賞は、2018年まで、講段者ラノベ文庫新人賞以外にも講段者、ラノベチャレンジカップが存在し、新人作家の発掘に、積極的であることが伺える。第10回より講段者ラノベ文庫新人賞は、 講談社ラノベチャレンジカップを統合し、さらに年2回開催されることとなった。対象の賞金は300万円であり、他のレーベルが主催する新人賞の中でもトップクラスの金額となっている。受賞作品については、講談社ラノベ文庫公式サイト並びに、募集締め切り同年に発売される文庫挟み込み、チラシにて発表される。社辞は未完行作品。内は階大。 講談社、ラノベ文庫来週総監対賞300万円の新人賞、創設。モントンウェブ、2021年9月11日閲覧。講談社ラノベ文庫総監督週一編集部インタビュー。https ln-news.com a r t i c l e s 1704 22021年5月16日閲覧。 このライトノベルがすごい。2013P167ISBN978 から4から800203571ラノベ文庫第八回講談社ラノベチャレンジカップ講談社コミックプラス。 h t t p l a n o v e k o d a n s h a c o j p a w a r d c h a l l e n g e c u p 8 2 0 2 1年5月16日閲覧。ラノベ文庫ラノベ文庫新人賞講談社、コミックプラス。 http://lanove.kodansha.co.jp スラッシュアワードスラッシュルーキースラッシュ2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第一回新人賞講談社コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第二回新人賞講談社コミックプラス。 講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第3回新人賞講談社。コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第4回新人賞講談社。コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日閲覧。 ラノベ文庫第5回新人賞講談社、コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第6回新人賞講談社、コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第7回新人賞講談社、コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。 2021年5月16日へ閲覧。ラノベ文庫第8回新人賞講談社、コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日へ閲覧。ラノベ文庫第9回新人賞講談社、コミックプラス。講談社ラノベ文庫新人賞。2021年5月16日へ閲覧。ラノベ文庫第10回新人賞講談社、コミックプラス。 講団社ラノベ文庫新人賞、2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第11回新人賞講団社、コミックプラス。講団社ラノベ文庫新人賞、2021年5月16日閲覧。ラノベ文庫第12回新人賞講団社、コミックプラス。講団社ラノベ文庫新人賞、2021年5月16日閲覧。ありがとうございます。